ジッポー、ジッポー、ジッポは、アメリカ合衆国の企業、及び同社が製造する、金属製、オイルライターの商標である。日本の正規輸入代理店は、マルカイコーポレーション。2011年12月末日までは、伊藤昌司も、正規輸入代理店であったが、契約終了により、マルカイ一社のみとなった。長い歴史と、 世界的な普及率の高さからオイルライターの代名詞となっており、またコピー商品も大量に出回っていることからオイルライターの一般名称として認識されている。高い耐久性、耐風性と永久修理保障がある。1932年の創業、1933年の第1号発売以来、基本構造にはほとんど変化がないが、外側のケースに 様々な衣装を凝らすことで豊富なバリエーションが生まれており、世界各国に収集家が存在する。同社の成立当初から企業のノベルティグッズとしての路線を開拓し、積極的に商品提供をしてきたため、様々な企業名の入ったバリエーションも多数見られる。喫煙具としての性格から、タバコ関連のノベルティグッズとして、マルボロやキャメルのロゴを入れた製品具にや、 燃料の石油製品つながりで、ケンドールやブリティッシュペトロリアムのロゴの入ったのなどがある。実報社は、最初のノベルティモデル以降に、ベストポケットコンタクト、医薬、ポケットの中のセールスマンと題した企業向けパンフレットを作成。自社製品が、ユーザーにとって役に立つ、魅力的な道具として携帯され、好んで利用されるだろうことを、その際に、 企業広告のついたものであれば使うたびにその企業を意識するであろうことを指した。1992年の時点では約40%がこういった企業宣伝用の製品であるという。過去にはウォルト・ディズニー・プロダクションが提供していた例もあるという。あとの1980年代に禁煙運動の高まりから廃止された。なお実行者は 1980年代より短期間だが、コンテンポ、コンテンポというガスライターのモデルを販売したこともある。また、2007年から、ジッポーブルー、ジッポーブルーというターボライターを販売していたがが、ブルーの商標を買収したため2015年末で製造、販売を終了した。ジッポーの名称期限には、諸説ある。等がある。しかし正確な期限は不明である。 実報開発のきっかけはブレースデルの友人のライターだったと言われる。この友人は有名な伊達男だったが、なぜか作りのいかにも粗雑なオーストリア製オイルライターを使用し続けてり、その使いにくさに悪戦苦闘していた。もっと良いものを使ったらとブレースデルが勇めたが、当人曰くライターなんか火がつきゃいいんだよ。しかしブレースデルは、 大幅な改良によってもっと良いライターを開発した。このエピソードはパッケージのケースにある ItWorks の文字に残されている。ちなみにこの友人のライターはサイクロンなるオイルライターだったという記録が残っている。キャップ式の蓋を持つこのライターは当時のライターとしては機能面で洗練され構造的にも単純であるために機械的な故障も起きにくく。 また、風防形状から見て、かなり風のある場所でも使用できたとみられる。しかし回転ドラムの支柱が脆弱な体裁であり、使用材質や板厚から見て、強度面での難が推測される。また、キャップ部分は使用時に引き抜いて取り外すため、ジッポーのように片手で使用することは困難である。インサイドイニットと呼ばれる部分と、それを収納するケースからなる。その形状は、 現代に連なる製品では長い間変化していないため、これが愛好者筋の好む要素ともなっている。ただし、その初期においては1932年の最初期の製品から1934年のモデルで1、4インチ高が低くなっているほか、1939年には現行の主要モデルに見るような蓋上部が丸くせり出したモデルが登場している。 角型モデルとも呼ばれる発売以降1941年までのものは製品が手作業で作られていたため個体差があったほか1936年まではヒンジ部分は外付けとなっているためこのヒンジを中付けすると元々のインサイドユニットが収まらないという構造上の意があるインサイドユニットの内部に収められている面球レーヨンボールにオイルを吸収させウィック芯に 毛細管現象によって吸い上げさせ、起発、気化させる。フリント、発火石と、フリントホイール、回転する、ヤスリドラムとの摩擦から発せられる火花によって、引火着火する。火は蓋を閉めれば、酸欠によって即座に消える。インサイドユニットは、基本的に1941年より、後のレギュラーサイズの実ッライターで共通化されている。つまり、インサイドユニットは、 同じ機能を持つため、モデルや販売価格による着火性や動作など、性能の差はない。なお、レギュラー以外には、卓上型とスリム型があるが、卓上型では専用ユニットを使うモデルも過去の製品に見出される。ケースは、インサイドユニットを収納する、ボトムケースと、リットと呼ばれる蓋より構成され、ヒンジ、蝶つ害で結合されている。 リットの内側には板が取り付けられている。この板とインサイドイニットに取り付けられたカムが接触することによりスムーズな開閉を実現すると、共にジッポーライター独特の金属的な開閉音を響かせる。リットを閉じた状態での機密性は、リットとボトムケースの接触面によってのみ保たれ、パッキン等のシール材は付属しない。この箇所に変形や損傷があると、 リットが閉まっていてもオイルが揮発し続け、早期にオイル切れとなる恐れがある。ケースの材質は、真鍮が基本で、デザイン性、衣装性を高めるため表面に、クロムメッキなどが施される。またケースの材質には、真鍮以外に、金、銀、スターリングシルバー、一部で、スタシルと略称される、銅、カッパー、チタン、ソリッドチタニウム等が使われるモデルも存在する。 また過去には、鉄、ニッケルなどで製造されたモデルも存在する。ケースの底面には、一部のモデルを除き、1955年より、イヤーコードと呼ばれる記号が刻印されており、これにより製造年が判別できる。このイヤーコードは、当初、天野線で構成されていたが、1982年より、並行して、アラビア数字表記のものが登場。 1985年からは同じく並行して、ローマ数字で記載されたモデルも出ている。1986年からは、AL の12文字で表された製造月も刻印されている。1936年後半から1967年のモデルまでは、パテント番号が刻印されていたが、ジッポーのパテントが切れた同年8月1日以降の製品は、この刻印が省かれた。 ただし1980年代よりのレプリカモデルでは一部に、この古いパテント番号が記載されているものもある。ジッポライターの普及には、アメリカ軍が大きく関わっている。第二次世界大戦中、どこでも、どんな状況でも点火できる器具が求められ、ジッポが注目された。ジッポは、台風性が高く頑丈で、かつ、必要最小限の構成ゆえ部品も少なく、修理も、 容易だった。また戦場では燃料としてガソリンが入手できた。アメリカ軍は製造元であるジッポマニュファクチャリングカンパニーに軍へのライター納入を依頼した。納入された正確な数は戦闘部隊数が知られてしまうため極秘とされており、不明であるが相当の数が納入されたようである。当時は戦時でジッポ本来の材質である。 新鍮剤は薬剤製造用に優先して回されていた。この資材不足対策として、軍用ライターのケースの材料には鉄を使い、その上に錆止めの塗装を施した。これらは黒い塗料の表面が細かくひび割れたように見えたため、通称ブラッククラッケルモデルと呼ばれた。これには後に、戦場では光るものは反射で自分の位置を知らせてしまうので、 あえて反射止めに黒く塗ったとする、最もらしい俗説がついた。ただ関係者筋によれば、苦肉の策だったことが明かされている。このライターは兵士たちに大変好評で、GI の友とまで呼ばれ、売店に入荷するや、基地内の兵士の間では取り合いになったという。対戦中、アメリカ軍の名称として知られ、ノルマンディ上陸作戦を指揮した、ドワイト・ D ・アイゼンハワーも、 私の持っているライターの中でどんな時でも火がつくのはこれだけだと称賛した。当時は市販品製造より軍納入分の生産を優先したため、実報不足は著しかった。戦地に赴く恋人のためにある女性一市民がラジオ放送を通じ実報を譲ってくれる人を募集したというピソードもある。戦地で実証された耐久性の評判は アメリカ軍兵士を通じて、一般国民や諸外国、敗戦国、非戦領国も含むにも広まり、アメリカの豊かさと文化の象徴の一つとして、世界的なヒット商品となった。日本でも、第二次世界大戦以降からベトナム戦争の時代に、日本国内の米軍基地の兵士が持っていたものの一部が、伝わっており、日本のデッドコピーが、輸出品として、日本製品の悪評を高めた歴史ある。 1980年代よりは、ヴィンテージジッポの人気も上昇。1990年代頃よりは盛んに、ジッポ関係のムックボンもワールドフォートプレスなどから出版されている。なお、ジッポはアメリカが州国軍に正式採用されたことはない。軍に供給されたジッポライターは、全量がアメリカ軍 PX 売店での販売用である。 アメリカ軍は戦中国外の基地内 PX で兵士の士気を維持するために特にアメリカ的とされる製品を多く並べた。第二次大戦の開戦当時 PX では他のアメリカ製ライターも販売されていた兵士らはもっぱらジッポーのみを好んで購入した。プレーズゲルは開戦のニュースを後期と捉えて軍から部隊賞などの提供を受けた場合は1個につき20セントの 手数料で取り付けるとしたサービスを打ち出した。また、同時期には、p x への卸価格は10%の値引きを表明している。基本的に、オイルとフリントさえ切らさなければ、いつでもどこでも使うことができる。オイルの注入とフリントの交換は、インサイドイニットを引き抜いて行い、オイル注入後は乾いた布などでよく拭いてから使用する。オイル注入の際はオイルタレによって、 周囲を汚すことがある。オイルタレを放置したまま添加すると、引火など思わぬ事故に発展することがある。故障、破損に関しては、保障期間に永久保障が設定されているため、口述するように、無償、送料別の修理サービスに送ることで修理を求めることが可能である。実報者が製造する純正オイルが販売されているが、それ以外のオイルにも、 利用可能なものは存在するしかし揮発性の違いから着火性能が低下するオイルの保ちが悪くなるススなどがウィッグ芯に付着しやすく着火性能の低下につながるなどのトラブルの原因になる可能性がある従来純正オイルは重質な房を主原料としたものが製造されていたが2006年頃から 合成イソパラフィン系炭化水素を主原料としたものに切り替わった。重質ナフサを主原料としたものと比して、因果点が低い、揮発性がやや高い、独特のオイル臭が少ない、人体の肌への刺激性が低いなどの違いがある。さらに2008年頃から表記が、ライトペトリウムディステレイト、ライター用オイルとなっている、軽質石油上流物系原料を用いたものに切り替わった。 ガソリンを燃料としても、ナフサと同じように使うことはできるが、ナフサに比してガソリンは独特の周期があり、タバコの香りを損なうため、喫煙用ライターの燃料としては、あまり適切ではない。第二次世界大戦中やベトナム戦争時、米国陸軍の兵士たちはいくらでも身の回りにあったガソリンをライターの燃料に流用したという。彼らは時として、ガソリン缶にインサイドイニットを放り込んでから、 引き上げるという荒っぽいやり方でライターの燃料を補給していた。なお、ランタン等キャンプ用品を用いる使用者には、それの燃料であるホワイトガソリンを用いる者も,もいる。また、白金触媒式回路の使用者には、それの燃料であるベンジンを用いる者も,もいる。後者の場合には、実報ブランドの回路、口実があることから逆に回路に、実報純正オイルを用いる使用者もいる。 またこのオイルの目的外使用例として、金属の洗浄がある。例えば、ボールベアリングの脱脂、洗浄、オイルを入れた、フィルムケースにベアリングを入れて振るが時に、ミニ四駆カスタム情報サイトに採されていることがある。ただし、金属の洗浄は揮発性の特性からは、ホワイトガソリンの方が適している。ジッポーのフリントとウィック、シンは、オーストリアのイムコ。 imco 社後官品である。これは、ジッポー創業当時、オイルライターの分野では、imco が事実上の世界標準規格になって、イタコに起因するという。現在では、フリント、ウィックとオイルは、ジッポー純正品が用意されている。日本でも、コンビニエンスストアやキオスク、キオスク、タバコ販売店や雑貨商等で、一般的に取り扱われており、全国各地で、 比較的容易に購入可能である。イムコ製やそれ以外の他社の交換パーツを流用することもできるが、現在では推奨されていない。他社にてイムコ企画に追従した製品、場合によってはコピー商品が製造されており、主に100円ショップで販売されているそれらを実報に利用している使用者もる。ただし、日本国内では最も入手しやすいのが、 ジッポーのものであるため他社製品にジッポーの純製品を流用することの方が多いとされる。フリントは発火ドラムがスムーズに回らなくなったら買えときだがフリントをサイバネの取り外し取り付けにコインまたはマイナスドライバー等が必要である。ネジ頭部のスリットはアメリカの1セント効果がジャストフィットするように作られており日本のコインを用いる場合は1円効果で代用できる。 次の交換の際、コインがないと緩められないほど締め付ける必要はなく、指の腹で押しながら回すなど、軽く締める程度で十分である。なお、実行者では、インサイドユニット底面のフェルトに穴を開け、ここに予備のフリントを差し込んでおくことを推奨していたが、この穴は、後の一部モデルで廃された。しかし穴のないインサイドユニットでも、フェルトの隙間に、 予備フリントを挟んでおくことは可能である。実報は永久保証を実践している。アメリカ本社、または実報サービス、日本のみに、故障品を郵送で送れば、無償修理を受けられ、修理不能の場合は同等品と交換される。ただし、原形を止めていないほどの損傷は修理不可。表面の傷など機能に差し触りのないものは、 修理対象外だが、ヒンジの摩耗によるぐらつきは、ヒンジ部分の交換で修理される。実報者は、自社製ライターの強靭性などを説明するために、しばしば広告を作成した。これらのうちいくつかは、都市伝説化しているが、次の逸話は、実報者がライターの宣伝に実際に使ったもので、事実と考えられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。